素敵に見せて。さあ始まりました、素敵に見せて。この番組は私モデルの上田真澄と素肌美容アドバイザーの松本ひろえの2人が中心となってお届けするトークバラエティ番組です。番組は今知ってもらいたい人をゲストに迎えて、普段ブログやツイッターなどには書いていない番組ならではのトークバラエティ番組トークバラエティ番組に富んだ内容でお送りします。放送はフレッシュとニコニコ生放送の同時生放送ですので、見ている人はコメントの書き込みをじゃんじゃん書いてきてくださいね。お願いします。また中野にある中野 M スタジオからお届けしています。公開生放送ですので、お近くの方は今からでも遊びに来てくださいね。来てくださいね。はい、そして5回目の放送となる今回も素敵なゲストの皆様にお越しいただいております。はい、ゲストの方順番に名前紹介お願いします。さんからお願いします。お願いします。はい、モテメール評論家の、白鳥真希と申します。1万2000人をカウンセリングしていて、モテるメール術っていうのを書いてます。で、一言名前です。 OK です。じゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。名前だけでお願いします。はい、ジュエリーデザイナーの大谷ひろ子です。どうぞよろしくお願いいたします。シンガーソングライターの向野舞です。よろしくお願いいたします。ビューティーアドバイザーアラフィフモデルの川島智恵です。よろしくお願いします。はい、女優の久野智子です。よろしくお願いします。はい、今日はこのメンバーでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ではこの後テロップの方をお願いしたいと思います。あ、なんかコメントが、どうした、どうした MC どうした MC って言われちゃった。どうした MC 以外もだってアラフィフ以外も今日いますよ。お願いします。この番組は地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21グッドワンサービス、同じく地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21プレミアムホーム、すべての生命に尊厳をの心で皆様に寄り添うペットのホームドクター、専門医療を提供できる病院として横浜鶴見区で365日無給診療している赤塚犬猫病院限られた人生だから優雅に華やかに輝いていたい、艶やかにきらめいた人生のお手伝い、株式会社ウィンハート、ジュエリーメーカーグレイスフルワンの提供でお送りします。そして今日はこのグレイスフルワンの大谷ひろ子さんが実はゲスト出演していただいているんですよね。はい、そして今日私たち全員がつけてるこのジュエリー、なんとねグレイスフルワンのジュエリーなんですよね。ちょっとこのジュエリーについてね、あの説明していただけますか。はい、ありがとうございます。すごいかわいい。かわいい。ありがとうございます。こちらのジュエリーは私が、うん、あのデザインをしまして、あの私ジュエリーの仕事を始めて16年目なんですけれども、うん、デザインを始めたのはなんと2年ちょうど経ったところで。2年前、なんかきっかけがあったんですか。あの国際宝飾展といいまして、うん、あのビッグサイトの方で毎年必ず1月にジュエリーベストドレス大賞っていうのをやるんですけれども、うん、あのワイドショーとかであの20代30代のあのジュエリーベストドレス大賞に
こう受賞者にプレゼントを送るっていうのがあるんですけれども、そちらの方にぜひ私も出たくてデザインを始めました。そういう動機で、はい、すごいすごい勇気あるねえ、はい、なんかこれね見えるかしら、星と月がみんなね、うん、そうですね、なんかモチーフになってる、はい、これ一応うちのオリジナル作品で、うんうん、ルナステラと言いまして、うん、でちょっとルナステラだけだと商標登録通らなかったので、うん、ルナステラブリリアンテというので長い名前になってしまったんですけど、うん、これ女優さんが出てるワイドとかでも結構見たことがあるんですけど、ありがとうございます。すごい、女優さん、どんな方が出たり、一応4人の方に、うん、気になりますねそれ、どなたですか、言っちゃっていいのかな、お名前の方はお名前の方はクイズ形式で分かるような形で、クイズここでいきなりクイズですか去年 の、うん、あのタイガの主演女優さん、お誰だっけ、誰ですか、ガリレオかなんかに出てる、ガリレオ、あ、分かった、あ、似てます、似てます似てるってよく言われる人、反応しづらいですねこれねあとはあのあれですね、某携帯会社の乙姫さん、乙ちゃん、あ、それってなんかすぐ分かっちゃうもう一人携帯会社、こちらソフトバンクなんですけれども、うん、あのワンちゃん、犬のお父さんのお嬢さん、あーすごい、昼顔妻の、うん、はい、あともう一人はシンガーソングライターの、うん、あの慶応大学出身のかわいい、ムクノさんではなくて、あ、私慶応じゃないんです、あ、違う、後ほど見たいちょっと待ってね、視聴者プレゼント何からあったのダイヤでって、何からの視聴者プレゼントとかあるのかしら聞いてないよっていうねえ、聞いてないよ、お買い上げください、ちょっとプレゼントはね、うん、次回出させていただくときには考えますので、おおーすごーい、太っ腹、太っ腹、素敵、若いでしょ、乙姫、このジュエリーはおいくら万円ぐらいするものなんでしょうか、あの決してお高いんでしょう、決して安くはないんですけれども、あの一番安いもので15万円の消費税から作らせて、でもこれねダイヤオリジナルだし ね、オリジナルで、あの形も変えられるんですよねこれね、そうなんです、マセミちゃんがつけていらっしゃるのと、うん、あと上で、あの友達の三日月のやつね、マスミさんのは15通りぐらいに変えられるんです、おーすごい、ホームページ見てください、そうですね、皆さん、はい、気になりましたらホームページはどうやって検索すればいいですか、グレイスフルワンで、はい、あ、それか、はい、もしくはジュエリーデザイナー大谷ひろ子で出ますと、あの私がいろんななんかところでパーティーとか出てるのかはい、あの出てます、そこのところに皆さん検索してぜひね見てください、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます、ありがとうございます、それではですね、ここで皆様に私たちのことをもっと知っていただきたいということで、詳しく自己紹介をしていきたいと思います。それでは私から、実は私はモデルの上田真澄です。普段はですね、顔ヨガ、ヨガ、見せるウォーキング、ウォーキング、あのリメイクウォーキングをしています。見せるウォーキングはコンテストやパーティー向けの人に教えていて、リメイクウォーキングは一般の人に教えています。で、ですね、2017年ミセスジャパン日本大会という大会がありまして、その大会のファイナリストになり、世界大会へ行って世界第2位になって帰ってきました。ありがとうございます。はい、そんな私ですが、皆様よろしくお願いいたしますそんな私ね、はい、はい、よろしくお願いいたします。素肌美容アドバイザーの松本ひろえです。普段は、モイスティの麻布十番サロンで皆様の素肌の悩みを解消する、ホームケアの、アドバイザーとして活動しております。私もその美容法を始めて1年半なんですけども、昨年の6月から毎日ノーファンデで過ごしています。もちろんテレビに出ている今日もノーファンデです。
素肌が綺麗になりたい方、そうなんです、今日ね、ちなみにともこちゃんとまいさんはモイスティーの麻布十番サロンのお客様でもあるんですけど、2人ともすごいお肌綺麗でしょ。ノーファンデでございます。素肌綺麗になりたい方いらっしゃいましたら私にご連絡ください。で、私も2017年ミセスジャパン2017年、日本大会ファイナリストになりました。その時のね、はい、ご縁でこうやって2人で MC しています。で、趣味は食べることと体を鍛えることです。よろしくお願いします。では、お願いします。はい、改めまして、モテるメール評論家の白鳥真希と申します。モテるメール術という本を書かせていただきまして、来週の27日にはまた NHK の方で放送される予定で、10代という番組でも出させていただいております。 AKB ちゃんやウエストサンチャリーズウエストさんの番組も出させていただいたり、いろいろお話ししてるんですけれども、なんといっても60連敗の男性が、1ヶ月で結婚したり、50年間彼女がいなかった方が50年間そこに聞いちゃう。50年間ってすごくない？オールドな50年間彼女のいなかった方が、教えて、50年目で春が来たみたいな、はい、1週間で4人から申し込みました。すごい、60日で結婚する方法を後ほどたっぷりとお伝えしたいと思います。すごい、何それ。楽しみ、ありがとうございます。すごい楽しみ、楽しみに、チャンネルを変えずにやめずに見てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。私、大谷ひろ子は先ほどしゃべらせていただいたんですけれども、10月にブリリアンパピオンという蝶々をモチーフにしたジュエリーが発売されます。こちらも私のオリジナルジュエリーなので、来年の1月の国際宝飾展で運が良ければそちらの方も使わせていただけるように今頑張っております。うーん、素晴らしい。出来上がりが楽しみ。星と月の次は蝶々ですか。華やかに極めたい。なるほど。もう残された人生短いですからね。いや、まだまだ長いよ。いもう本当にきらめいて、もう金の粉を振りまいていきましょう。金粉。金粉。はい。はい。じゃあよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。はい、シンガーソングライターの向野舞と言います。3年前から音楽活動を始めまして、その前は福岡県でハウスメーカーで設計をしておりました。はい、もう一生の仕事になるんだろうなと思ってたんですが、まあふと実はパティシエになりたいと思って東京に、もう設計士からパティシエ、はい、真逆の仕事。そうなんです。パティシエになったんですが。なったの？そうなんです。でも実は半年でクビになりまして、体力があまりになさすぎて、パティシエって体力やっぱいるんですか？すごい体力、やっぱ重たいものをこう混ぜたりと取ったりとかするので、やけどもすごいですし、それでまあクビになったようなものでですね、でそれから路頭に迷った結果、今歌を歌うことになって、ちょっといろんなこう人生の転換期がここ3年で起こった次第です。何が起こるかわからないです。そうなんですよ。でも今では自分で曲も作れるようになって、あとはライブではキーボードを弾き語りで歌ったりとか。すごい、音楽の才能もあったってことですね。好きだったのでね、それまでは車の中で熱唱するぐらいしかなかったんですけど、それがだって自分で作るってすごいよね。すごいですよね。で、どんな歌かなんかちょっと聞きたい。聞きたい。聞きたい。けど。けど。ここで？うん。今。今。今できますか？できますよね。あ、OK だ。OK。できるって。めっちゃ聞きたいですね。じゃあ歌わせていただきます。すごい。マイクって、なんか電気ついて、照明つきましたよ。マイクちゃんと、マイクちゃんとそこに置いてある。マイク置いてありました。作詞作曲。はい。すごい。作詞作曲もマイさんで。私が、最初に作った曲なんですけれども、ディープラブという曲で、今日は
の CD もこれ、ね、持ってきてるんですけど、色気がすごいですね。ちょっと髪長い時なんですけどね、映ってるかな、持っててもらった方がいいかな、聞いてください。時が止まればいいのに、この手で私を抱きしめて、いっそこのまま闇に溶けてしまいたい。輝く星空の下、君と二人きり頬撫でる君の手が愛しい。CD 販売してますの で, すのでよろしくお願いします。はい、お願いします。普段はどこで買うのがいいんですか？あ、Amazon、ですね、今CD はインスタで連絡をいただいて郵送してる形です。あ、個人的に。そうです、あとはライブハウスでライブをするので、その時に手売りで売ったりとか、もう本当いろんなところでちょっと 手で売ってる状態なので。CD おいくらですか？2500円です。6曲、安います。全部作詞作曲アルバムです。すごい、はい、アルバム6曲です。6曲入ってます。はい、ぜひ聴いてください。全部オリジナルの。そうです。また新しいのとかも出る。そうなんです。今もう制作しておりまして、来年の春にセカンドのアルバムしますので、その時はもうインターネットでも買えるように準備しておきますので、皆さんよろしく。ライブは急いでみたい。ですね、実は2日前に終わってしまって、ライブが終わってしまって。そうなんです。次大きなライブがですね、12月20日に築地の方で、ありますので、皆さんぜひ聞いてみてください。生バンドでやります。はい、ありがとうございます。ムクノマイさんで検索すればわかるかな。そうですね、ムクノマイで検索してください。皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。素敵な歌ですね。嬉しい、ありがとうございます。お待たせしました。じゃあ、ともえさん、はい、お願いします。はい、私ともえはビューティーアドバイザー、主にご自身が似合うお色とか似合うデザインとか、そういうのをアドバイスしたりしております。顔の横ですね、はい、横ですね。大丈夫ですか？大丈夫ですか？で、一応アラフィフモデル、アラフィフ、はい、アラフィフです。アラフィフモデルということで、たまにショーに出させていただいたり、あと主になんですけど撮影モデルですね。スチール写真で、皆さん写真というと、あ、もういい、もう嫌いだからいい撮影はなんておっしゃるんですけども、写真撮影が好きになる、
まあまあ、特に女性なんですけども、うん、あの綺麗に撮りましょうって言うとすごく構えちゃうんですね。あ、綺麗に綺麗に、どんな、どうしたらいいんだろうって。でも可愛く撮りましょうって、そう言った瞬間にニコッとこう内面から可愛くニコッと笑顔が出るんですね。なので、あの可愛く、もう内面から出る可愛い、あの可愛く見せる、まあ、こちらの見せると同じですね、魅力の見で可愛く見せるポージングっていうのを、あの主にアドバイスしたりしております。どんな感じでポージングすると可愛く見えるんですか、ね、ここでしますか、なんか見たい見たい、見本を見せてもらいたい、ね、ったまま、じゃあちょっとまあ簡単に座ったままできる感じで、ちょっとちょっとか、あのちょっと斜めに髪の毛をふっと触れながら触れて、まあ、ちょっとこう小顔効果も出しながら、かわいい、はい、萌えさんがやってますか、萌えさんがやってるからかわいい、みんなかわいくなるわ、じゃあみんなでちょっとやってみます、やってみます、どうやるんですか、年齢関係なくこう、もう中身から、中身から可愛く表情が出るんですね。可愛く手を、はい、手を、まあ、髪の毛をふっと、まあ、自分のお好きな髪の毛なので、ふっと触れて、で、その手のひらで顔を少し隠して小顔効果を出す。で、そう、表情は斜めでカメラを見て。小悪魔目線。小悪魔。ちょっと大悪魔。大悪魔でも大丈夫ですよ。大悪魔。絶対悪魔じゃないとダメなんです。で、うん、こういうポーズをとって最後にふわっ。え？こう？ふわっ。え？ふわっ。あれ？どうしたらいいの？あ、でもこれでもいいですよ。あのよくあるあの虫歯ポーズ。虫歯。こういう感じでちょっとこう。難しいかな？ふわっ。こうか。できてんのかどうか分かんないじゃないですか、ね、大丈夫ですよ。やっぱり写真なので、うん、ワンポーズワンポーズショットで大事なんですね、うんうん、なので、あの逆に動画よりもポーズを作りやすいんですよ、うん、なるほど。なので、まあ、ポーズを作るときはそういう感じで、なりきる、あと、うん、あとはもうこうお話をしながら、うん、楽しいねって、今日何食べたって言って、あのケーキ食べて美味しかったって言ったら、あ、美味しかったですって、美味しかったですって言った瞬間にニコってこう笑顔が出ますよね。まあ、そういう形でも自然な可愛さとかも、なるほど、ちょっとまたね、ゆっくりなんかね教えてもらいたい、まあ、いくつになってもね可愛さはね大事ですの で、 ね、はい、はい、ありがとうございます。またいろいろ教えてください。ありがとうございます。2回目の出演でございます。ありがとうございます。直感で生きている女優の久野智子と申します。よろしくお願いします。はい、私は、主に映像で活躍しておりまして、うん、で、この前の出たのでございますと、 Amazon プライムの今田さんと東野さんが、MC をしているカリギュラっていう番組があるんですけども、うん、地上波では絶対に放送できない異例な企画という、モチーフというか、あれをモットーに、あの作られたバラエティ番組です。それの再現 VTR8 作品目で再開っていうお話があるんですけども、それの主演で出させていただいていたり、来月の、2月に渋谷ユーロスペースという渋谷で公開される、劇場公開される映画の主演でも出させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。はい、という感じですね。なんかあの、なんだっけ、モノマネじゃない、なんかなんか得意なあれがあるんじゃなかったっけ、得意なものをやってくれ欲しいな。女優からのどういう振り返りなんですか。女優からの、女優だからできるのよ私みたいな。じゃあ映画で、うん、実際に私が喋ったセリフを、うん、モンスターズインクの、うん、ロズっていうキャラクターがいるんですけども、うん、分かりますか、何色何色メガネをかけた受付のおばさんが分かりますか、分かりづらい、分かりづらい、まあとりあえずやってみよう
さあどんなことになるのかな。マイクエジョースキーで喋ってるあのゆっくりなめくじの、わかりますか。わかる、わかる、わかる。見てる、見てくれてる人わかるって言ってくれてるから。わかる、わかる。すごい上手。じゃあそれの、セリフでおのまねをしたいと思います。はい、あんたまたそんなところに盆栽持ってきたんだね。はい、ありがとうございました。お願いします。想像と違って笑いっていうキャラクターがいるんですけども、あまり皆さんわからなかった。いやでも分かんなくてもなぜか笑えた。それしんちゃんとか言われちゃった。それしんちゃんにコメントが来ちゃってますよ。はい、ありがとうございます。はい、コメントもねたくさん来ていただいて。しんちゃんもできる？ちなみに。え、しんで好きだぞ。すごい。そっちの方がいい。そっちの方がいいかも。いい。さっきのもう一回やって。どうぞ。違いが。えんてめえ、無性持ってきたい。一緒一緒。やり疲れる。結構ね、みんな分かるとかやってくれたりし、ボビーヨロゴいろいろなコメントが、ね、楽しいコメントが来てますね。はい、はい、じゃあ、今日のねボビーヨロゴ、ね、ボビーヨロゴじゃねえよ。もういい、もういい。似てる、全部全部自分でやってみて分かります。似てます、似てるね。はい、じゃあ、次行ってもいいでしょうか。すいません、お願いします。次行ってます。今日私たちがね着てる衣装なんですけども、マスミさんと2人で、はい、大人のビジネスウーマンへ送るブランドルーベリカさんがこのワンピース衣装提供してくださいまして、ちょっと立って見せますかね、はい、スタイル、これね同じデザインで柄違いなんですけど、今日伸縮性のあるねストレッチ素材使ってて、丸めてもシワにならないので、旅行とか出張とかにね持っていきやすくて、今日私たちね派手めの柄を選んでるんですけど、もうちょっとこう落ち着いたね、お仕事されてる方にも着やすいビジネス向けのワンピースもすごく多くて、とにかくね伸縮性があって、そうそう、着やすいし、あとなんかねデザインがちょっと一工夫されてて、スタイルすごいよく見えるんですよ、どのデザインでも。そうなんですよ、スタイルをよく見せる、もちろん洗濯機で家庭で洗えますし、本当にね便利な、気を使わないで、そうそうそう、旅行とかに持っていきやすいかもしれないですし、入れてもシワにならないし、これ洗っても乾くのも早いですし、でこちらのねブランド、通常はネットでの販売のみなんですけども、年に数回期間限定ショップイベントでやってまして、今度画面出るかな、10月1日2日3日麻布十番の、あ、出た、あ、出た、出た、出ましたね、麻布十番の期間限定ショップでセール品なども出ますので、私前回行かせてもらった時にすっごいセールでめちゃめちゃ安く買えて、最大 70% オフ、最大 70% オフ、すっごい、そう、私前回7着買ってしまった。買いすぎや。今回ももちろん1日に行きますので、1日2日3日ね、私がお仕事してるモンスティーの麻布十番サロンの近くですので、素肌きれいにしていただいて、体験していただいて、その後一緒にワンピースね見に行きませんか。じゃあ見に行こう。はい、見に行く。はい、連絡ください。こういうポイント、これ着てアクセサリーつけてポーズをするとみんなモテますね。モテます、ね、この後、ね、マキさんのモテるメール術を身につければもうバッチリです。バッチリですね。はい、ということで、そこにいる男性はバッキュンみたいな、はい、ルーベリカさんです。ありがとうございます。で、次トークコーナーですね。はい、さあここからはトークコーナーです。いくつかのテーマに沿ってトークをしていきたいと思います。一つ目のお題として、皆様はどれだけ美しさに対して、毎日試していることがあるか
聞きたいと思うんですけれども、さあ挙手制でいきます。皆様美のために、美のためにしていること、していることは何か、何でしょうか。ある人手を挙げてください。はい、はい、ともこちゃん、はい私はまあこの先ほど言われた松本さんが、うん、やってるあのその美髪肌のね、うん、あのディこうクレンジングでも2種類あるんですけど、うん、そう、それであのもう中の中まで汚れ落とすっていう、うん、毎日、うん、ありがとうございます。20歳ですからね、そうやっているんですけども、それ以外でも実はやっぱ普段から、うん、私矯正してるんですけども、うん、あの絶対水しか飲まないんですよ。お茶とか、私もそうですね、お酒とかでもそうですけど、ジュースはもう飲まないように歯を白く保つためになるべく水、コーヒーとかってすぐあの色素沈着しちゃうんで、そこは心がけるようにはしていますね。それは美のためにしていることです。素晴らしい、20歳からね、素晴らしい心がけ。他にありますか、美のためにしていること。他の方、なんか顔隠してる人いるけど、ね、さっきここあのない、あれなんか大谷さん手挙げてなかったでしたっけ。いや今さっきあの、はい、私は、はい、あまりこうなんかめちゃくちゃな昼夜逆転みたいな生活普段してる人なんですけれども、それは忙しいから仕方ないですよね。一番、はい、一番綺麗になれることは、うん、綺麗な人と付き合いすることです。わー、素敵、一番の刺激になります。今日もここに呼んでいただくのも一番の刺激ですし、あのそんなこと言っていただいて ね、 ね、ちょっととても嬉しい。今日本当にね、ゲスト美人揃い、美女揃いで本当にその中で刺激を受けるってものすごく自分にとっても、うん、ああなりたいとか、うん、こう一緒に写真撮ったりとかした時に刺激が、ね、うん、こうやっぱりいつまでも輝いてたいと思うので、うん、もう一番の本当になんかこういろんな情報も得られるし、うんうん、私にとっては刺激を受けるので、もちろんいろんなことはやってるんですけれども、ちょっとシワが隠れるエッセンスを塗ったりとか。でも一番はやっぱりね、一番それです、ね、気持ち的なこと ね、うん、なね、で私は思って、素晴らしい、素晴らしい、というわけでこれからも皆さんお付き合いお願いします。よろしくお願いします。他にありますか、色のためにして。あれない、あれ、あれ、あれ、じゃあ次のお題いきます。ない、じゃあ私、私ね、あのね、毎日、うん、あのお風呂に入ること、うん、お風呂ってあの、うん、湯船に、うん、もうお風呂大好きで、うん、もうあの湯船に浸からないとお風呂入った気がしないんです。うん、シャワーはダメ、うんうん、何分ぐらいがいいとかあるんですか。何分ぐらい浸かればちょうどいいみたいな。あ、どうなんだろう。1時間って良くないって、うん、半身浴とか全身浴とかね、もうすっごい汗かくぐらいずっと入ってるのが好きなんですけど、あの時々ね、気持ちよすぎてお風呂で寝ちゃうことがあって、それ余計不健康みたいなね。あの何時間もあの入ってて、昔あの息子からね、夜中にドンドンドンって叩かれて、起こされた、うん、起こされてハッて気づいたら2時間ぐらい入ってたことがあったんですけど、入れちゃってるんじゃないの、お風呂が。怖いよ、うん、でもお風呂入るとね、体が温まって、ね、血行も良くなるし、新陳代謝良くなるし、うん、あの結構ね、湯船に浸からないっていう人、あの美容のお仕事しててお客さんにアンケートとか書いてもらうとね、夏場特に多いんですよ、湯船浸からない人。でもお風呂入らないと、いくらなんか顔にいろいろ塗っても綺麗になれないと私は思うんですよ、うん、で食べるものとね、食べるものも気をつけてます、うん、なんかお風呂で 5,6 時間とか、それやばいですね。いや、そこまではそれやばいですよ。5,6 時間ってやばいですね。そこまでは寝ないね。まああと口から入れるものも大事なので、食べるものは、うん、あの何でも食べるんですけど、ある程度は気をつけてます。うん、はい、ね、素晴らしい、そんな感じで。他にいますか。なかったら次の、はい、お題でも。次のお題がですね、最近した初体験、うん、ある人、最近した初体験ある人、うん、はい、はい、どうぞ。これもある日、うん、電車に乗ろうと思いまして、はい、ちょっと急いでいたんですね、私、うん、電車で。そうすると、あの電車とホームに隙間あるじゃないですか、うん、あ、ありますね。ちょっと怖い。あそこに靴が脱げて、落ちちゃった。そう、子供みたい。それで、あのしかもね、それ一番怖いのが、うん、
気づくだけ気づかなかったんですあの電車に乗った瞬間にないってなって片方だしみたいな片方そうあれ私家に置いてきたからそんなわけはないそんなわけはないそこからあの次の駅で降りてもう一回戻ってしたら靴なしで裸足で歩いて片足なくて片足なくてそしたらあの多分無音でスッて落ちたんでしょうね入る時に多分人混みがあったのでスンって落ちてあの駅員さんにこういうボール取ってもらうっていうあのみんなに注目の的をそれで戻ったら落ちてたんです落ちてたんですまだあったんですちゃんとすごいよかったでもその戻るまで片足靴がないっていうのが恥ずかしい気がするちょっと怖いかな一番ねあのもう怖いのがあの、うん、何事もなかったから、ね、歩いてる自分ですよねそうあのもう脱げてるとか関係ないもんみんなと一緒にね歩いてる普通に何事もない痛くなかった足の裏ね大丈夫です、まあ、靴下は汚くないんですフィールは靴下履いてたの ね、 ね、 ねそうなんですっていうことがあったんです初体験すごい面白い他に初体験した人はい、はい、どうぞ生まれて初めて、うん110番しました。何なんか110番って出てこないんだなと思ってまず出てこないってどういうこと出てこないそこに69番だったかなとか115番だったかなって思って110番って出てこないんだと思ってまずで、ね、あの電話しようと思ったのが、うん、夜中に私のマンションで窓を開けてテレビを見てたんです、うん、そしたらすごい近い位置から助けてくださいって女性の方が怖い出て怖い隣かなと思ったんですよ、うん、そしたらベランダ出たら隣じゃなくて斜め下の階で見たらベランダから足がもう出てて、怖い乗り越えてて女性がで3階ですよ下は降りようとしてるのそうなんかもう乗り越えて助けてくださいって泥棒がいますそれで私こう出てて隣の人もこうやって出てきて大丈夫ですかって声かけててで警察呼びますかって聞いたら、うん、もうなんかパニックになってて、うんうん、帰ってこないからとりあえずここ2人で話し合って、うん、じゃあ警察呼びましょうってなって、うん、電話しようとするんですけどまずその110番が出てこなくて61とか119とかなんか人間って焦ると分かんなくなっちゃうんだよねそこでパニックになっちゃうでようやく110番です110番110ってかけたら、うん事件ですか事故ですかって言われて、うん、福岡県ですって言ってそれなんか笑い話パニックなんか笑い話住所言わなきゃと思ってあ住所東京って出てこなくて福岡県ですって言って福岡県ですかって言われて、うん、もう多分ある程度近くのところに行くんですよね、自動的にねで、あすいません、多分事件だと思いますって言って、うん東京都のここでって言って、うんうんでまあ、警察の方がものすごいたくさん来たんですよ、うん、すぐ来てくれるもう最初に自転車隊が来て、うんうん、で近所の交番からみたいなそう自転車隊が来て、自転車隊が来てパトカーが3台ぐらい来て、うん、で下からこうもうあの大丈夫ですかってもうこうネット引いて落ちないようにしてでその間中ずっとしがみついてるのしがみついてたんですよで中に警察がたくさん入っていってで、まあ、女性は降りて犯人が捕獲されたんですよ、うん、逃げなきゃね犯人ね犯人逃げなかったんだねちょっと怪しいと思ったんですけど、うん、で上からこう見てたらそのザーッとこう警察の人たちが出てきてエントランスからで真ん中にあのパンツ一丁の男性が乗ってきて気持ち悪いやだでもねなんかおかしいなと思ったんですよねその女性も乗り越えてるけどなんか体重と思ったんですよね喧嘩かしら喧嘩でそうやってこうなんか泥棒がいますって言ってんじゃないかなだって普通泥棒に入って脱ぎます脱がないよねそうですよね逃げるし、ね、なんかもっと修羅場になると思うんですけどおとなしく捕まってたからまあそういう人騒がね彼氏ねそうだね私もその時パンツ一丁だったからすごいやーそっちの方が衝撃練習やめに来られ
れたらどうしようと思って、もうまず履かなきゃみたいな。何てた面白すぎる。だって家では着ないですから。面白い。パンツと T シャツ、パンツと T シャツじゃないの、まあ、全裸ではない。今の一言で前の話全然わからない、うん、なんか今の一言でなんかどうでもいい。今の話どうでもない。それが一番のもうパニックになりました。しちゃった。いや素晴らしい。すごい、なんかあの面白い話が、ね、最後に近所迷惑だったのか何なのかっていう感じでしたね。じゃあ他大丈夫ですかね。はい、もうマキさんのコーナーに行かないと時間が、はい、それではこの辺でモテメール術のマキさんのコーナーに移りたいと思います。はい、本日のゲストはモテメール評論家の白鳥マキさんに、メール術について教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。モテメールモテメール術のすすめ。じゃあちょっと私からね、はい、モテるメール術っていうことなんですけど、うんうん、はい、メールでモテるとかモテないとか変わるんですかね。なんか皆さんって、うん、メールのやり方って英語と違って習ったことってある方ってないよね。習ってます？ない。どこで教えてもらえるのかって感じよね。そうよね。学校で教えてない。LINE とかメールとか、それからショートメールでも毎日メールってするじゃないですか。しない日ってないと思うんですけども、はいはい、で一般のあのメールって、うん、正しく書くとか、うん、それから伝わるように書くとか、うん、間違えないように失礼がないように書くっていうのが一般的なメールなんですけど、うん、ビジネスメール的なね。ちょっとモテメールは違って、うん、逆にあのちゃんと書くのはまあ当たり前なんですけど、うん、さらに、相手が自分のことを好きになってもらえる、うん、また会いたいなと思ってもらえる、うん、なんか思ったように行動していただけるっていうのがモテるメールの、それが同じことを伝えるにしても言い方をちょっと変えるだけですごく変わるので、普通の正しくメールをする方はビジネスメールも得意だと思うんですけれども、やっぱりモテメールを出る人はやっぱり魅力が溢れて相手のことがあの自分のこと好きになってもらえるので、それがモテメールでちょっと違うってことな。なんかメールあるあるクイズっていうのがあるって聞いたんですけど、そうちょっとね会場の方と、うんうん、皆さんもじゃあ、ね、嬉しいです。そうどれぐらい皆さんがモテメールが分かってるかっていうのをちょっと知りたいので、丸かばちりじゃあテレビの、ね、方たちもできるからもしかしたらね、よかったら気になりますね。丸だったらどうします、うん、皆さん丸だったら丸丸って丸皆さんも ね, ねやってみて、せっかくだと丸で、ね、はい、まあ、ダメだったらみたいでね、3問3問ぐらい、うん、じゃあ3問ぐらい出していきたいと思います。はい、まず第1問目は、うん、メールは長い方が丁寧である、丸か×か。せーのおすごい、会場の皆さんもみんなあはい正解です。でメールはあの正しく書かないといけないと思って長くなるんですけど、全く持てなくなるので、うん、あの大体に、メールでた2行ぐらい書いてもらう方がさらにいいので、長い人はすごい、視聴者の人もね×とか言って あの書いてくれてる答え、でも三角とも書いてる、あれ三角はないよ、四角丸か×で答えてください、はいはい、ちなみにあのちょっと予備知識なんですけれども、うん、LINE って大体1行が8人ぐらい出ますよね、8人、バババババ画面人画面で、あ、はい、人画面アドレスで、うん、なのでモテメールをやって、うん、だいたい基準があって、相手の方に気に入りたかったら、16人だから2スクロールまでにだいたい相手の好きな人が入ってれば、もうずっとこうやってしないと出てこない、出ないぐらいだったら長いメールしてる人って結構入らないんですよ、そこのベスト16人しか。確かに、そうだからなるべくこう会話のようにメールは手紙じゃないので短くしてもらうとモテメールができます。はい、じゃあ2問目、2問目、はい、褒めるときはメールよりも直接会った方がさらに効果的だ。ちょっと待って、もう一回言いますね。褒めるときは相手をね、褒めるときはメールのように簡単なことよりも会った方がいいっていう方は丸、いや違うメールがいいでしょっていう方は×。はい、どっち、せーのドン。はい、なんかこれは答え分かれましたね。×が多いかな、どっちかな、どっちもどっちな気もするけど、実は
はい、答えなんですけれども、うん、メールの方が、うん、いい。なので、おー、やったー。っていうのは、そうなんだ。怒るときは、うん、叱るときは、うん、メールはやめた方がいいんですよ。だって怒ってるから残っちゃうので、うん、だんだんやっぱりイラッとしたときはすごいこと書いちゃうんですけども、うん、取り消しが効かないし、うん、LINE でもいいのって、 LINE でも、 LINE でも今はもうね、はい、OK です。 LINE が多いと思います、はい、いいです、 LINE でも OK です、いいと思います、はいはい、で、メールで怒ってしまうと、大体皆さん、うん、自分の都合のいいところまで切り取って、うん、スクショして、だいたいスクショさらい回しの件になるんですよ。自分の正しいところを、嫌なこと言ってる、こんなこと言われたってことで回し読みされる可能性もあるので、できるだけ怒るときはダメ、うん、でも褒めるときなんですけど、うん、女の子とか男性って褒められたときって残したいんですよね。で、何回も読み直すので、実は口で言うと流れちゃうので、メールの方が効果的なので、ツイッターとかでもこうお気に入りとかってあるじゃないですか。そうそうそう、言っちゃいますよね、とか褒めてるときに、上司でも褒めたメールとか可愛いねとか言ってもらうのは残して、みんなに見せびらかしたくなるし、ぜひ褒めるときは形に残す方がいいですよね、皆さんよく聞いといてくださいね。そうで、あと最後に、うん、じゃあ、叱る時に、うん、叱る時なんですけれども、うん、あなたはこうだよっていう方が、相手のためになるので、うん、メールでする時に、あなたこうだよっていうふうに叱る方がいい。あなたこうだよって叱る方がいい。ごめんなさい、私こうだよっていう感じで、私がこうだよっていうのが、実はあなたの1番と2枚で分かってもいいですか、うんうん、はい、で、うん、じゃあ、あなたがあなたこうだよって方が怒る方がさらに効果的なのか、うん、私はこう思うと思って、相手の悪いとこう、そうそうそう、という時に、言った方が相手のためになるのか、うん、どっちで怒る方がいいかっていうのを、うん、あなたこうでしょって言ってあげる方がストレートに言っていいのか、それか私こう思うから悪いっていうの方がいいのか、うん、1番があなたはこうだよって怒る方がいい、うんうん、2番は私こうと思うから直してって方がいい、うん、1番か2番で、1番の人、2番の人だと思う、うん、じゃあ1か2で丸バツでも今回じゃあ1か2で1か2で答えましょう。最初の方が私あなたこうだよって言ってあげる方が相手のためになる人、うん、が1番ですね。あいな、手上げてる、手上げてる、私、2番が、私こう思うって言った方がいい。はい、あ、すごい、ありがとうございます。実は、そうです、 You じゃなくて I っていうメッセージがあって、うん、私はこう思うって言った方が実は優しかったんです。すいません、ありがとうございます。そんなショック受けないで。お母さんとかお父さんでも、それから上司でも部下でも、それから好きな人にも言うときに、意外とあなたこうだから嫌って言っちゃうと、結構その角が立つんですね。なのでモテメールで言うときは、私こう思うのって言ってあげると、すごく相手の方が聞きやすくなるので、ぜひ言うっていう、あなたどうとかこうとか言うよりは、私っていうところでメッセージをしてもらえるとさらにいいなって思います。まあ、決めつける形で言うんじゃなくてってことですよね。自分あなたこうでしょっていう人は愛されないので、ぜひ私はこう思う、なんかこう頭ごなしな感じ、あなたこの時間になんで遅刻するなっていうより、私その時間に遅刻されると嫌なんだよねって言った方がいいし、結構下手な人は結構あなたって言っちゃうので、愛のメッセージで、私はこう思って言った方が可愛く返されるので、ぜひそれは使ってもらったらいいなと思います。はい、ひろえさん褒めてって誰やねん、誰やねん、誰に褒めればいいのかしら。名前を書いてくださいみたいな、わかんないです。じゃあ、あとこのね、はい、この本をね、今日もね、うん、販売してますから、皆さん買ってってくださいね、はい、これにたくさんいろいろね載ってるんですけど、この本の中からなんかこう皆さんにね、これ知っとくといいですよっていうのありますかね。ごめんを使うのって男性の方で苦手じゃないですか、特にメールでも、ごめんねっていうのを結構、ごめんねごめんねって連続で言うと、結構その俺弱いって感じになって嫌われちゃうかもしれないと思って、あまりごめんって言いたくないと思うんですけども、実は本に書いたんですけど、ごめんねは
男性はあのごめんねって言ってあげると、女性はごめんねを愛してるっていうふうに聞き取れるので、ごめんねが愛してるに聞こえる。あの説明すると、うん、あのごめんねこれこんなご飯食べに連れてったとか、ごめんねごめんねって言ったの前につけてあげると、とっても相手の方が柔らかく受け止めるので、ごめんねって使ってあげるとすごくいいよってことです。それは男性が使うという。そうです、男性が使うという。今日ねたまたまね観覧に来てくれてるお客さん全員男性なんですよ。すっごいみんな真剣にうってすっごい真剣に聞いてくださって、真剣にあのねメモしてくださいよ、メモ。もしくはこれを買ってください。あのすごくごめんねを対応する人はやっぱりごめんね王子って言われるぐらい、ごめんね王子って言うんです。 U 字工事ごめんね王子軽すぎるでしょ。ちょっといけないかもしれないけど、ごめんねを対応しながら夜のね、夜のお泊まりまで行っちゃってるとか上手に、ね、ごめんね対応すると、そうごめんね対応するとすごくあのこうなんていうのかな、にぎやかにあのにぎやかになりますよ、ね、じゃあまずとりあえず最初にごめんねごめんねって入れて、ちょっと忙しい時間ごめんねとか、そんな気遣わしてごめんねって言ったり、別に悪いことしてなくても使った方がいい、忙しい時ごめんね。人によったら謝りすぎも良くないっていう人もいるじゃないですか。謝りすぐ謝るなっていう、うん、あのその女の子が男性が、男性にしても女性にしてもなんですけど、あんまり謝らない方がいい、すぐに謝る癖がある人、うん、でもなんかメールだったらごめんねって忙しい時間とか、ごめんねあのこのこんな店でとか、ごめんねあの時間がない中っていうのはあの枕言葉に入れてあげるとスムーズになるので、あの女性はそれは使わない、使え、あ女性は逆にはあの男性からは使ってもらって、女性は別にそんな言わなくても、女性は使わなくて、今の男性の話。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 女性はそんな使わなくてもいいってことです、ね。今日ね、すごいいいこと勉強しましたね。聞き出した方、本当に。そうか、そうか。使ってもらったらいいなって思います。言い過ぎてもいいですかね。ごめんね。誰あの皆さん あんまり使い慣れてないから多分、うん、ごめんね使いたくないかもしれないんですけど、ぜひ騙されたと思って、うんまあ、奥さんでもそれから恋人でも、うん、それから知り合いの女の子に3回ぐらい使ってもらったら、うん、うちのそのダイモンドさんの編集さんも言ってたんですけど、うん、いやそんなの恥ずかしいから、うん、使わないって言ったことを本に書いてるので、うん、3回同じ人にごめんね使ってもらって感想を聞きたいです、うん、全然じゃあぜひね使っていただいて感想を寄せください。はい、ください。他に何かありますかね、女性が使えるなんか、これ知っとくといいよ、ね、モテない女の子っていうか女医さんで全然モテない人がいらっしゃって、うん、全然あのこう後でちょっと質問しようと思ったんですけど、うん、あのモテない女の子って結構ね、お姉ちゃんのような口ぶりで頑張って長女はモテないって言ってるんですけど、あーとか言って、あーとか言って悲しいなみたいな、甘えないっていうか、なのでおすすめお姉ちゃんメールじゃなくって、妹メールで接してほしいってテレビでもお話をしていて、うん、どうしたら妹メールが、ねえねえお兄ちゃんって感じで、例えば6時に待ち合わせしたんだけども遅れそうな時に、うん、待っといてごめんなさいって あっさりお姉ちゃんよりは、うん、ごめんね遅れそうなんだけど、まあ、かっこしてお兄ちゃんどうしたらいいのっていうふうに可愛く言ってあげる。どうしたらいいの6時に間に合わないからどうしたらいいって可愛く言えばいいのに、うん、6時に間に合わないんだけどどうするって言われるとお姉ちゃんになるので、ちょっと甘えたメールでどうしたらいいの走ってこいとか言われたらね走ってこいとか言われたらどうしようとか言ってもらったりメールでするとすごくいいので、ちょっと後で甘えるっていうメールで、妹がお兄ちゃんの言うようなメールでやってもらうとすごくいい。ちょっと甘えるちょっと呼び捨てやめてよって感じ誰ですかもう。で妹のように甘えたメールを上手にする人は結構そのメールで、まあ、こうコミュニケーションが取れて持ってるので、ちょっとあのヒールが痛くて歩けないとかもこういうのも可愛いらしいし、ちょっと足が痛くなっちゃったので近くまで迎えに来てって言うと可愛いけど、男性騙されますよその手には乗らないよとか今日来てる人たち ね、もうバレバレ痛いから
あのちょっと歩けない歩けないって書いて言い切っちゃうと可愛くないんですよね。だから言い切っちゃダメ。言い切っちゃダメ。言い切っちゃダメ。ハテナマークを最後につける。どうしたらいいのとか、それから困ってるんですけど助けてって感じでお願いするとモテメールで言い切っちゃダメ。行けないから迎えに来てとか。お願いする相手間違っちゃうととんでもないこと。人によりますね。まあ、そりゃね、そりゃ。行ってこいみたいな。関係性にもよるよ。一人で帰ってこいって言われてもそれは辛いから嫌だって可愛く甘えてもらったらいいし。そう。それで彼にですよね。彼にね。彼にね。好きな人に。そうなんでやったことない。大丈夫。で、男性が逆にあのお兄ちゃんメールのように。兄ちゃんが妹に言うようにちょっとあの、うん、ちょっと 上からじゃないですけども、うん、そう逆に言い切って、うん、あの しんどかったら俺が頑張るからとかちょっとスーパーマンそんなこと言ってくれるのかな今日のメンバーなんかハードタイプでね言えない系の人ばっかり20代の言葉と違う大人な感じなのでちょっと慌ててますまあちょっとね若い子もいるから今日からもあの、うん、LINE の友達全員に試しますやってます、ね、靴を落としちゃったから迎えに行くそうそう電車の線路に靴落としちゃうよ拾ってきてって言われてただの命令になりますよねでもやってほしい甘えたらすごくモテるようになるあもうそれモテますモテますもうやりますやりますだからか経験ありますってすごいやっぱりそうですよね甘えた方が可愛いじゃないですかで女の子はやっぱり男性に対しては尊敬してほしいし尊敬のメールをするで女の子は共感してほしいので、うん、分かるよとか、うん、そうだねとか言われたいので、うん、すごくあのメールの返し迷ってる男性とか女性が多いので、うん、女の子は指しすせそって言って指しすせそちょっとメモしないと書いてあるここに指しすせそさあは、うん相手の方が加藤尊敬しないといけないの全ての、ねうん、男性の方に向けてさすがですねさすがねさすがよくですねさすが書いといて書いてさすが書いてるさしは仕事は、うん、真澄さんが書いといてくれて仕事できますねあらできますねなんかもう男性の反応が面白いんだけど仕事できますねですがすごいですねすごいさすがすごいねすごいこれね背は潜水ですね潜水ですねセンス悪い人にセンスセンスあセンスあ精髄で言いましたね精髄ドリルかねまあそうは素直にそうですねって言って肯定をしてあげるとさしすせよそうだけでも返すとなんか言ってもらってもさすがですねって仕事できますよねじゃあとりあえずその5つを使って返事すればいいみたいなやれば大丈夫だからって言って教えたりとかしてますしまあ、女の子のメールのやつはまた書いてるので、うん、ぜひ読んでもらったらこれは女性が男性に対して男性はもあるんですか、はい、かきくけことか違うかいやかきくけこあるんです作りますよない男性はない女の子は共感してほしいので、うん、実はそのコピペ法っていうのがあって、うん、コピーペーストなんですけども、うん、女の子が言われたことを無視されると頭にくるんですよ、うん、例えばあの昨日例えばあのジムで走って頑張ったよってメールが来たのに、うん、今日夜遅いんだって言うと、うん、頑張ったよって言ってるじゃんってなるんですよだから言ったことは必ずコピーをして上下変えて、うん、同じことは昨日6時ぐらいにジムで頑張ったんだよねって言うだけでめちゃくちゃその60年配の方が教えた方法なんですけど、うん、コピーしてそのまま上だけ付け替えて、うん、言ったことを共感するだけで3、4回繰り返すだけでそれで会話続く続く昨日なんかちょっと朝起きたらすごいしんどかったのって言ったらその昨日朝起きてしんどかったのをコピーして、うん、あ朝起きたらしんどかったんだってそうなのって言ってこうでってまたコピーをして、うん、あそこの上司の人がすごく辛いことを言っててさそうなんだ上司が辛いこと言ったんだよねって言って言うと会話が続くので続くんだ、ね、スタンプだけで終わらせてくる方いるじゃないですかスタンプだけ終わらせる人は言ったらにっこりマークとかそうなるほど終わらしたいのかなって相手あのめんどくさくてあのもうなんなら今問題になってる既読無視とかそう既読無視ってすごいあるんでそのやり方もあって
て、それは AKB ちゃんがうわーとかやってたんですけど、うん、どうしましょう、それも話す、うん、チラッと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 聞きたい、途中まで話す。なるほど、じゃあなんかみんなのクイズにしたかったあ、そうか、あじゃあこれはあの後で打ち上げの時に ね、ちょっと見てる方は申し訳ないんですけど、既読スルーの時もね、うん、やってはいけないメールがあるので、ね、時間がね、そうですね、話が、そう、質問はい、皆さんに質問何かね、逆に聞いてくれるってことね、あの、うんうん、はい、ホワイトボードに私たちが答えるなんか質問とかありますか、ね、分かりました、じゃあどうしようかな、記録どうしようかな、いつも記録するの聞きたい、ね、うん、あじゃあ例えばなんですけど、今日ね、はい、昨日までにあのメールのやり取りしてて、昨日とか一昨日でいいんだけど、なんかどっか行きましょうってご飯行こうって誘ったのに、あの A 君が全然メールをね返してくれなかった、うん、だからその関係性はどうか、まあ友達以上恋人未満で、ご飯も男性の方も聞きたいと思うので、ちょっと共通のやつでちょっとやってみますね。じゃあメールを昨日例えば夜ご飯行こうって言ったんだけども、既読無視で、あの結局ご飯のやつがなくなってしまいました。返事がね、返事がな、既読スルーで、うんうんうん、でも、気になってるから、うん、もう一回ぐらいメールしたいなと思った時に、うん、例えばじゃあシチュエーションやった方がいいですよね。昨日ご飯食べに行きましょうって言ったら、うん、読んでくれました、既読、うん、でも返事がない、うん、でもその人とはまだ遊びたい、うん、その時の今日夕方6時にするメールはあなただったらどうしますっていう。で昨日、うん、いやのもう6時の昨日の用事はね、ご飯はもう読んだけど行くもごめんなさいもなく終わっちゃいました。どっちかわかんない。どっちかわかんないけど、もう今日その日予定は終わっちゃったんです。終わっちゃった。昨日の段階でどういう風に昨日の居酒屋は終わっちゃったんです。行く聞きたいなと思ったの終わっちゃった。でも気になっている。で今日ぐらいもう一回24時間メールがないまま、うん、今日またメールをしてみたい、うん、好きだから、うん、その時あなたはどういうメールをしますか、うん、ご飯に誘うとかじゃなくて、そうご飯に誘うもいいし、それからあなただったらその彼に対して、あの彼女に対してとか、それ別に変に考えなくて、普段自分ならこう聞くみたいな、自分ならこうやるみたいな、聞きたいと思うの、皆さんもね、男性当日になったらとかそう、昨日その予定終わっちゃったんですよ。でもなんかあの好きだからもうちょっとメールをしたいなと思ってる時に、今日のメールをする彼にする時はあなただったらどうしますか。はい、今日誘い出すことっていうことじゃなくて、あどっちでもいいです、それもあり、うん、結構ね皆さんこう悩むじゃないですか、そのメールして既読スルーになっちゃってそのまま。ちなみにこれを教えた方はやっぱり、30秒後にメールが来ました。返事が来る聞き方があるってこと。そう、これ違うのは早いですね。30秒で、すこ。なんてかこう。これは、本にもちょっと書いたんですけど。本読んだけど忘れちゃった。直接そのお見合いの会員さんとかに聞く。うんうん、ごめんね。消しゴムいる人、やっぱり気になるじゃないですか、そのね、なんかメールが来ないっていうのはやっぱりどうしたらいいかわからないですか。それをやっちゃうと NG っていうのもいっぱいあって、悲しくなっちゃうので、どうしたらいいのかなっていうのが。ちなみに男性もね、やっぱりそのメールを送ってあげたら既読になって返さないときって、結構たくさんメールが来る人っていらっしゃって、若い子もなんか50通信とか溜まってらっしゃるので、結構メールを返すの忘れてるってこともあるんですね、意外と。なので一斉に行きますか。はい、はい、あ待って待って、そう結構相手が反応して開いてくれてメールをしやすいものって結構たくさんあると思うんですけども、うん、あの恋人以上で彼氏じゃない人とか、それから逆のバージョンで、好きなんだけども彼女じゃない時ってこうメール気になるじゃないですか。これでもう一回やっちゃうと、もう一生付き合わないかもしれないけど、ドキドキするような感じになっちゃうので、どんなメール送ったらみんないいのって結構聞かれるんですよ。でそれで相手の、ね、お客さんもそうだけど、お客さんでもメール送っても共通なので。じゃあ書けました、皆さん。はい、来ました。これ難しいね。わかんない、さっぱりわかんない、あんまり関係ないですね。
ないみたいな。じゃあせーの。はい。みんな読んでてもらったらいいのかな。ドン。一斉に出して一人ずつ。はい。じゃあ一人ずつ。一人ずつ。はい。じゃあ私から。昨日楽しかったね。うん、今日何時や。昨日楽しかったね。前日会ってるの。ああ。会ってないよ。会ってない。前日既読スルーされてんだよ。既読スルーされてる。ごめんね。ちょっとじゃあ次。じゃあお願いします。今日どうしてもう一回返事くれたら嬉しいな。あ、定番の感じで。うん、はい。いつなら会えるの。ご飯行ってるの。可愛い可愛いです。はい、はい、全く違う話をする。ああ、風邪ひいたとか。ああ、いいですね、はい。昨日のことはもう無視して、うん、また時間が空いたら教えてねって待ってるね。可愛い可愛い。さすが女優。あのストレートが一番かなと思いました。可愛い。あのちょっとあの好き丸丸ここ大事です。丸丸ここ大事です。ここ、ですここ言い切ってるから。ここ言い切ってる。カタカナ大事です。カタカナ大事。あのまあ答えを言う。あもう一人いいですか。いいですか。もう一回チャレンジ。うん、もう一回チャレンジ。はい、面白いですよね。みんないろんなメールがあって。ね。ああかわいい、みんなかわいいです。今度いつ会えるかな。はい、かわいい、かわいい。はい、ありがとうございます。かわいい、かわいい。この中で一人正解いました。モテ女がいました。どれ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 。みんな、我こそ。はい。これ、全く違う話。すごい。ですっていうのは、うん、あの読んでるんですよね、相手が文章を、うん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 、で読んでる中で、うん、もう一回言っちゃうと、うん、さらに嫌われちゃうんですね。あ、ちょっとめっちゃ嫌われた。ダメだ、ダメだ。実はあの全然違う話題を振ったら、まあ、その前の話題ももう一回忘れてても読むじゃないですか、うん、だからできるだけ違う話題を既読スルーで全然あの落とさない人は違う話題で、例えばご飯行く話だったら全然昨日の映画楽しかったんだとかもいいし、違う話題を入れちゃうと相手が言うとその上の話題はまあ読んでるんで、好きだったら返事してくれ、あごめんね誘ってくれてたんだだしで、おまけにごめんね好きですとかはダメ、あ、無理やりごめんね、ごめんね無理やりごめんねをあの使い回したいみたいな。あの好きっていうのは結構あの恋愛がすごく多い人は有効なんですよ。あ、恋愛ストレートすぎるね。ストレートなことが好きな人は結構あのモテてる人、うん、あのサッカーの武田みたいなああいうタイプの人で、うん、ガツッと言って笑いを取るんだったらあり。じゃあ私モテてるということですか。もうモテてるらしいですね。私あ、よかったよかった。あのおまけにあの文章だったらちょっと重いので、実は写真とかであのグルメを食べてる写真とか、それから、だいたい反応がいいのがペットの写真とか、うん、赤ちゃんの写真とか、いきなりそんなの送るの、全然かわいいみたいな感じで、かわいいの見つけたとか、ね、何急にみたいな。でもなんか全然違う人だったら写真とかの方が良かったりするので、美味しいもの見つけたよとかいうのでもいいし、全然違う話題振ってあげる方が、でまあ、男性に対してはその、まあまあ、あのあんまりよくないんですけど、その綺麗な女の人の写真も反応があるし誰もねっていうところで、あのとりあえずあの全然その話題と違うものをするっていうのが答えです。なので、ぜひ既読無視の方でメール、それ女性じゃなく男性も一緒、同じです。女性が既読スルーの場合は全然面白いグルメな店見つけたよもいいし、今流行ってるなんか表参道ですごい行列があったとか、全然違う話題のメールをやって、それでも返事をくれない人は申し訳ない、嫌われてるんで我慢しましょう。しばらく彼女の調子が悪いとか彼の調子が悪いので忙しいかもしれないから、ちょっとまた様子を見て、次の方法が本に書いてるので、いやその先気になる方はこれを読んで、これ一番ダメパターンですよね。いつならご飯行くは好き同士だったら攻める攻める。これかわいい、あのいつなったらご飯に行けるのっていう妹なので、好きな人同士だったらあり、そうじゃなかったらもう、そうじゃなかったらちょっと怖い感じのメールになる。怖い感じ、もらいたくない感じのメールなので、好きな相手には有効だけど、誰も来なかったら嫌われればいいの。これは来なかったらもうそっとしといて、そっとあのジュエリーの部屋のお誘いをした方がいい。なるほどって感じで、難しいね。ちょっと惜しいでもなんか、これを楽しいマスターしないと、マスターしないと、ね、すごく
あの人生も楽しくなるし、嫌われる。あとモテない人は感情を入れたメールが下手なんですよ。なのであのメールがモテるメールができないから恥ずかしいって方も、あの、喜怒哀楽、嬉しい、楽しい、寂しい、怒ってるって言葉をメールの上後ろか後に入れるとビジネスもそうなんですけどうまくいきます。例えばメールをもらってありがとうはご飯食べてよ、うれ、あ、た、あの、ありがとうはあっさりしたメールになっちゃって、他のちょっとメールと混ざっちゃうんです、だからできたらあのメールをもらって嬉しいとか、それから今日のご飯楽しかったっていうと同じメールでも突き刺すのメールになるので喜怒哀楽を入れるってことと、それから 誰に送っても大丈夫なメールは、あのNG なので、その人だけのオリジナルのメッセージを入れるのも大事。あのコピーして送ってでしょっていう感じになる。あんな感じでまたぜひ楽しんでみてください。ありがとうございます。ね、もっとね、もっともっと詳しく教えていただきたいんですけども、時間がね、とにかく今日押しちゃって、ね、あっという間でしたね。本当に気になる方はね、この本を、ね、とかホテルメール術で、27日の放送があるので、そうですね、NHK でぜひ見てください。はい、ということで次のコーナー、はい、そうですね、次はですね企画のコーナーに移りたいと思います。皆さん準備大丈夫ですか？はい、何人アンケート。さてここからはですね企画のコーナーに入ります。今日の企画のコーナーは何人アンケートっていう企画をします。でこの企画、そうでこの企画はですね、まずこちらの今ここに箱があるんですけれども、この箱の中にボールがいろいろ入ってるんです。番号が振ってあるボール、うん、書いてあります、見えますね、でいろいろ入ってるんですけど、このボールを一つ取っていただいて、そのボールに書かれた数字、例えばこれは 6ですね、6の数字、これに当てはまる、質問を出します。引いた人が質問を出してもらいます。でこの質問に当てはまった人数が 手を挙げていいですか、はい、で手を挙げていただいて、見事ボールの数と当てはまる数字と同じ人数が当てはまればポイントが入る。ちゃんと読んで、ちゃんと読んで、ボールの数字と当てはまる人数が同じならばポイントが入ります。そういうことね、はい、皆さんルール大丈夫ですか？すいませんね、わかるよね、はい、じゃあマキさんから引いてもらって、なんだろう、ちょっと待って質問を考えないと、ここだけですか？出た数字を見て、ここだけです、うん、この7人の中だけです。なかなか質問がね、それに合わせた質問が難しいかなって。でも 何人が出るか、あ、じゃあ 5人ってことは7人中5人が当てはまる質問を考えて手を。これ罰ゲームあるんですか？あ、罰ゲーム今日はない。あ、本当にやりたかったけどねみたいな。5人結構7分の5、ね、7分の5、じゃあ朝ごはんで、今日はちゃんとご飯を食べてきた人、手を挙げて、お米を食べてきた人、じゃあ朝ごはんです。朝ごはんを食べてきた、朝ごはんにお米を食べた人、せーの、はーい。食べるよね。食べました。好き、食べる。私は毎朝ごはん。そう、たらことか好きなの。じゃあこれ、ゼロポイント。はい。意外と食べない人多いんですね、ご飯ね。多いですねって、食べてない私が言いました。でもパンを食べるのかもね。私パン食べないと。全員 6? 結構多いですよ。私が全員ですよね。そう、あ、私も入れてもいい。入れても7分の6。あ、自分を入れてもいい。なんかすっごいエグいこと言って私当てちゃいそう。いいよ。今日つけているジュエリーがうちのオリジナルジュエリーの人。せーの、はぁ、でも全員全員じゃダメなんだ。すごい自信満々だね。すごい自信満々だね。めちゃくちゃ自信満々だね。だから7だったら正解だけど、7だもん。間違えちゃうもう次また2週目で頑張って。大谷さん、かわいい。3、難しい。難しい。少数派ですよね。さっきのやつだったかね。じゃあライブでいつも聞く質問なんですけど、
猫派か犬派で、じゃあ私は猫派の人。はい、はい、お当たった。おおすごい。じゃあワンポイント。はい、じゃあともえさん。お、みんな違う。4も難しいね。せーのであげましょう。せーの。あ、まあ、違う。質問してない、質問してない。まだ質問いいでした今。どういう感じであげたいの？質問？よりのボケボケ。じゃあ、うん、1週間以内に、うん、卵焼きを食べた人。ちょっと待って、1週間以内食べたものが思い出せない。卵焼きを1週間以内に食べた人。せーの。はい。私も食べた。自分も入れて。自分も入れて。4、4、やったー。毎日卵焼き焼いて、つまみ食いをしてるので、あの5時起きでお弁当を持ってきて、その端くれを食べて大好きなんですか。じゃあ、はい、じゃあともこちゃん5。でも難しいね。じゃあ、うん、電車とホームの間で靴を落としたことがある。いやいや、それどう考えても1でしょ、1でしょ。せーの。OL 時代にもう何十年も前に、ありますよね。いや、なぜ落とさないんですか皆さん。いやいや、落とさない、落とさない。通勤の時に通勤ラッシュで落としちゃって、もうヒールだったから。どうしたの？会社に電話して、もう誰でもいいので迎えに来てください。やー、かわいい。誰でもいい。私の誰が来てくれた？誰が来てくれたの？上司が来てくれた。優しい。だって片足で歩けないし、裸足で行けないし、まあ、何事もなく堂々と歩いて、そんなエピソードが今聞けるとはね。はい、はい、じゃあマスミさん2。難しいですね。ここ1週間以内に歯の治療をした人。ちょっと待って、もう予定表予定が大前提。そう、歯の治療1週間以内じゃないわ。はい、はい、ここ1週間以内に歯の治療をした人。せーの。1人でした。なかなかこれポイント入んない ね。難しい。いるかなと思った。ホワイトニングしたりとか、みんなしたり、結構まめに行ったりとかしてるかなと思った。5。当てに行きます。当てに行くよ。当てに行く。髪の毛がね、あのセミロングな人。なんか肩より長い人。うん、あ、なんでももうもうやめた。あれが肩の切ってるじゃないですか。せーの、はーい。あれ、友達ロングこれ。私ね、美容室ではね、これスーパーロングって言われて。そういうのあるんですね。いや、ロングよりまだちょっとあと1000円高いんですって言われて。はい、ロング料金の1000円にまだスーパーロングなのであと1000円。そうか、言い方が悪かったね。肩より長い。残念。残念。残念。もう一回ぐらいいける。まだもうできる、できる。もう一回ぐらい。なんだろう、なんだろう。三。じゃあ今付き合っている彼氏がいる。うん、問題発言なんだ。それ問題。それもそれちょっと問題。結婚はゼロかも。結婚する、それちょっとナイス。やめます。やめます。ここで手あげたら NG ここで手あげたらもう炎上しちゃうよ。証拠映像でのこれミセストーク、ミセストークバラエティー、ミセスト、これ打ち上げでのお話です。 NG、 これはちょっと、じゃあちょっとやめますね。3人か半分なんだろう。そしたら、じゃあ1週間以内に、あの素敵なダンス、キャーと思うような素敵な男性を見た。
あ、ちょっと待って、イケメン含めて、記憶をたどらないと。今日も含む今日も含む、すごい見るよね。ここで出かけなかった。でも、見ただけでいいんでしょ。今日も含むすごい目を引くような人を見た。ね、すれ違っただけでもいいでしょ。いい、全員でもない。ちょっと、じゃあ行きましょうか。せーの、はい。5?4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 
たぞ。はい、はい、いい感じでした。はい。20歳も美術だったのか。そう、うん、違いますよ。20歳ミセス関係なくゲストに紹介してますので、はい、はい、なのでいい最初の時はミセストークバラエティだったんですけど、今はそこがなくなりトークバラエティ番組に変わってます。ミセスが MC をやってるっていう番組ことで、ゲストは独身。そうです、独身の方でもミセスの方でも、はい、一度出した質問変えるなよだからね。サイズあった靴変えよとか。確かに。確かに。お兄ちゃん、お兄ちゃんメール、お兄ちゃん、ね、ありがとうって言ったら、サンキューって言ったら可愛いです。じゃあちょっと聞いていただいて、自分も含めてね。自分も含めて。じゃあ9月に海外に行った人。9月。じゃあせーの。わあ、ビンゴ！一緒に行ったの。一緒に行ったのね。あ、そうなんだ。どこに行かれたんですか？台湾。わあ、いいな。楽しかった。行ってみたい。台湾ね。グルメな街。素敵です。どうする？そろそろもう一問ぐらい。じゃあこの最後にラストで行きましょうかね。はい。じゃあもうこれがラストで。はい。はい。ここまで行く？当たってない。当たってないと思う。じゃあ、チャンスを。じゃあこれ当てに行った方がいいですかね。はい。ね。はい、二人。難しい当てに行くの。ねえ。二人ね。わかった。何？わかった。はい。ひらめいた。学生の時でもいいんですけど、50メートル走の時に、ちょっと覚えてないぞ。昔すぎて。最後の最後でこけたことがある人。ああ。足が絡まったみたいな。それはあれ？リレーはなし。50メートル走。50メートル走。はい。こうやって。じゃあ運動会とか体育祭とか。あ、なんでもいいです。もう練習でも体育でもなんでもいいんで、50メートル走で。最後の最後にこけたことがある人。50メートルです。はい、じゃあいきます。せーの。自分だけオンリーワンですね。これ皆さんこけないですか？リレーだったらある。やっぱりサイズの合った靴を履かないと。そうそうそう、きっとね、靴のサイズが合ってない。サイズの合った靴を履いてない。そうだね。靴選びを間違えて。間違えました。じゃあもうあれですね。で今日そうですね、これでポイント取った人は今日はここ大谷さんと、大谷さんが一応ワンポイント、むくのさんがワンポイント、ともえさんがワンポイント。以上ですかね。今頃気づいた。名札をつけてなかった。バイトって何なの？今日ね、別にね、何もないんですよ。ポイントだけ。拍手。この代わり罰ゲームもないので今日は。はい。なるほど。じゃあ、はい、もうスポンサーでいいですか？そうですね、スポンサーの宣伝お願いします。この番組は、ちょっと待ってって言われちゃった。はい、地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21グッドワンサービス。はい、はい、同じく地元に強い不動産ネットワークでおなじみのセンチュリー21プレミアムホーム。はい、限られた人生だから優雅に、あ、これあれでした。
限られた人生だから優雅に華やかに輝いていたい。あでやかにきらめいた人生のお手伝い、株式会社ウィンハート、ジュエリーメーカーグレースフルワン。すべての生命に尊厳をの心で皆様に寄り添うペットのホームドクター、専門医療を提供できる病院として横浜鶴見区で365日無休診療をしている赤塚犬猫病院の提供でお送りしました。そして本日はスタジオに赤塚犬猫病院の院長先生ですね、お越しいただいてます。どうぞ。ありがとうございます。どうでした？楽しんでいただけましたでしょうか？いや、美しい人たちでした。それは良かったです。ありがとうございます。ぜひね、先生の病院のね、お話ちょっとお聞きしたいなと思うんですけども、はい、そうですね。先ほども言ってたんですよ、ペットの専門医療っていうのを、なんかこう枠があるみたいなんですけど、どういった医療がやられてる専門医療っていうのか。そうですね、まずはまあ一般的なそういうホームドクターの、病院と、専門医療っていうのはまあ特殊な手術をするとか、あるいは高度医療を提供するって、まあ僕の病院はどちらもやっております。ワンちゃんもね、がんとかになる、そうですね、はい、あの高度医療っていうのは例えばあの腹腔鏡ラパロスコープっていうのを使いまして、あのまあ今腹腔鏡動物にも腹腔鏡言えないって人間はね、みんなよく聞くと思うんですけど、動物にもそれを適用してやる手術がある。はい、あのもうこちらのうちの病院の避妊手術っていうのはもうそれがスタンダードで、あの傷は非常に小さい3ミリの傷でカメラを入れて、あと胆のうを取ったり肝臓の手術をしたり。3ミリでいけるんですか？じゃあ避妊手術は、あのお腹を回復じゃないから、あの割と早く、そうですね、その日のうちに帰れる、その日のうちに帰れる、ワンちゃんに優しい、ワンちゃんに優しい手術ですね。そうですね、低侵襲で、まあ、あの痛みのない動物に優しい手術。皆さんペット飼ってる方ぜひ行っていただいて。場所は質問なんですが、はい、質問、犬派ですか猫派ですか？まあどちらも好きですけど、あんまりそんな僕はそのそ、ね、医療に興味があって、どっち派ではない、どっち派でもなかった。残念でした。素晴らしいお答えで、ここでどっちって言えないですよね。両方見てるのに。あと、まあ、はい、動物って股関節、うちなんかも犬いるんですけど、はい、関節膝よくってダメだとかってあるんですけど、はい、そういった場合とかっていう、やっぱり特殊な手術は、そうですね、あの当院はあの日本でも数少ない人工関節を、設置したり、あとあの室外靭帯だったり、あの前十字靭帯のそういった特殊な手術だったり、また眼科の専門医もおりますので、あの角膜、猫の眼科の専門医はい、角膜の移植だったり白内障、すごい、本格的なことまで、はい、レンズを入れたりしております。助かりますよね、もうちゃんと。そうですね、そういう高度な医療ってやっぱ普通のあの獣医さんじゃ難しいんですか？そうですね、やっぱりあの特殊な人間が集まった、僕たちあのプロフェッショナルな集団です。すごい、しかも365日無休で、すごいすごい、今日は大丈夫ですか先生やって思いますけど、今日来ていただいちゃって呼び出されたりじゃないですかね。緊急オペです。ウーロン茶しか飲んでらっしゃらない。あ、そうかそうか。そうですか。ね、365日、24時間。はい。あ、24時間はね、もう今あのやってません。やってます。はい。夜間病院があのできているものですから、夜間も夜間病院にお任せしてます。すごいね。そうですね。あのじゃあこのぐらいすごいあのいいね。お話を聞いていただいて、関節とかもね、ちっちゃいペットとかにも大丈夫だっていう話もね、言っていただいたので、ありがとうございました。緊急な呼び出しがないことを祈って、ちょっと見ていただきたいと思います。ありがとうございました。では、何か告知のある方いたらどうぞ。あともう1分30秒しかありません。あ、いいですか？早くして。12月20日にちょっと先なんですけど、築地の方で、あのライブをやりますので、皆さんぜひインスタグラムのフォローお願いします。ムクの前で検索してください。CC もよろしくお願いします。そこにいらっしゃる方、告知
マキさん、マキさん、今度 NHK に。そうですね、27日の、はい、シャープ10代という番組がありまして、うん、告白のシーンを全部プロデュースしたものが流れるので、27日何時でしたっけ、夜の7時から流れますので、27日夜7時 NHK。はい、若い NHK でさせてもらうので、はい、はい、告白したい方はぜひ見ていただいたらすごく楽しいと思いますので、ご覧ください。他大丈夫ですか？はい、行ってきます。先ほど自己紹介でも言ったんですけど、Amazon プライムでカリギュラシーズン2、これ契約期間があるのでずっと永遠には残らないので、 Amazon プライムカリギュラシーズン2主演で出てますので、ぜひ見てください。 Amazon プライム、はい、もう時間ですね、はいはい、次回の放送は10月20日土曜日です。ぜひ皆さんよろしくお願いします。また遊びに来てください。それではタイトルコールいきます、はい、せーの、素敵に見せて。